犬飼道子は日本の評論家で小説家である。首相を務めた犬飼武氏の孫、カトリック信徒。現在の東京都新宿区四谷に犬飼健中5夫妻の長女として生まれた。父、健は犬飼武氏の志士で親子2代の政治家であり、母方の曾祖,祖父が長代先妻と後藤昭二郎である。母方の祖父は男爵長与昭吉。 また、イボイモトに、エッセイストの安藤和、重視の娘に、小形貞子がいる。1959年上司学習院、津田英学塾で学んだ後、アメリカ合衆国やフランスに留学する。1970年代以降ヨーロッパに在住し、環境破壊抑止を目指した、緑一本運動を提唱したり、1979年から、世界の木が、 難民問題に深く関わっていることでも知られている。欧州滞在中は、ジュネーブ空港に近いフランスの町フェルネーボルテールに住み、ライフアークの聖書研究の傍ら、難民支援活動を積極的に展開した。1990年代後半、日本国内での活動強化のため、帰国した。霊卓大学など、多数の大学で教壇に立ち、講演も多くこなしていた。 冷卓大学名誉博士、冷卓幼稚園名誉園長。著書には聖書を旅するなどがある。2006年に夫人の友社から刊行された心の座標軸は80歳代の犬会から若者たちへ語りかける情熱あふれる内容で注目される。犬会道子基金はイエズス会の難民支援組織 JRS と連携しながら息の長い難民支援事業を インドシナ、アフリカ、ボスニア、クロアチア、中東などの世界各地で展開した。ありがとうございます。